こんにちは、高ママです。今日はこの後、宇多田ヒカルのライブを見に行きます。どうもです。こんにちは。グリーンルームも一緒でしたね。はい、グリーンルームも一緒です。メンバーと、あともう一人合流してきます。でちょっと紹介したいものもあるんで、それも一緒に後で紹介します。行ってきます。到着しました。まず今日のスタイリングです。シャツが LE、はい、汗だく。これここからどんどん洗っていくと育っていくので、もうちょっと色褪せたりとか焼けが出てくるんじゃないかなと思います。まあ、フェスを想定してのスタイリングなので結構ラフにしてます。なんかもう適当に着れるもので全部揃えてます。で、デニムはジョン・リンクスっていうブランドで、林真理子さんという方がデザインしている古着のリーバイスをパッチワークして作っているデニムパンツで、サンダルはフットワークス、これはレショップで買ったものです。サンダルだけどちゃんと後ろにストラップがついてるんでライブでも行けます。でなんかちょいちょいこういう小物をいろいろ足してます。はい、スタイリングはそんな感じで、本題はここからです。今日持ってきたのがこれなんですけど、ループっていうベルギー発の耳栓のブランドで、開けるとこんな感じ。普通の耳栓じゃなくて、何が違うかっていうと、耳を一応守りながらもちゃんとクリアな音質で音楽を楽しめますというもので、実際ちょっとつけてみますね。こんな感じで両耳につけるとこんな風になります。耳栓っぽくない。でもちゃんとその今の耳栓っぽくないもちゃんと聞こえるんですよ。普通の耳栓って音をサットダウンすると思うんですけど、要はライブでよくありがちな結構強めな音から耳を守りつつもクリエな音質で音楽を楽しめますっていうことになります。そうですね、今日はちょっとこれを試しにつけてみて、後ほどレビューしてみようと思いますので、まずはライブを楽しもうと思います。行きます。終わりました、ライブ。アルバムに入ってる曲というか、今回ベスト版みたいな形でリリースしてたと思うんですけど、結構それになぞらえたセットリストが多かった印象です。まあ、懐かしの曲だったりとかマニアックな曲もやってましたね。はい、ラストはあの曲で終わりましたけども、ちょっとネタバレになってしまうので、僕の口からは伏せさせていただこうと思います。肝心の耳栓についてなんですけども、実際に使ってみて、とにかく機能性もそうなんですけど、まずビジュアルね、さっきお見せしたようにこういうソリッドなデザインですごくファッション性も高くて、まあ、今までの耳栓のイメージを払拭するようなデザイン性でファッションに落とし込みやすいなっていう印象が強かったのと、僕の個人的な感想なんですけど、高音と低音がちょっと程よくカットされていて、中音域がしっかり耳に届いてくるような聞こえ方だったなっていうように僕は捉えました。普段耳栓をしてライブに行く機会ってなかなかないと思うんですよね。耳栓のイメージってやっぱ音を遮断するっていう感覚だったりとか、睡眠を心地よくするために使うみたいなイメージだったりとか、飛行機とか新幹線の移動中に使うっていう方は時々いらっしゃると思うんですけども、なんかその中で音楽にちょっと特化したような、でなおかつファッション性もしっかりあるような、耳栓はなかなかねないと思うので、
ぜひこの機会に音楽好きな方は特に使っていただきたいのと、つけ心地もすごい良かったです。イヤーチップもいくつか種類があって、今つけてるやつが M サイズで、箱の中に3サイズあるので、お好みに合ったフィット感を楽しみつつ、そして音楽も楽しめるといったようなプロダクトになってます。あと実際つけてみて、本当つけてるのを忘れてるぐらいつけ心地が本当に良くて、お手入れもすごい簡単です。1回使ったらウェットシートとか濡れたタオルとかで軽く拭いてあげるぐらいで全然メンテナンスができるので、普段使いがしやすいアイテムかなと僕は感じました。皆さんもぜひ使ってみてください。ではライブも終わったところで、これから一緒に行ったメンバーと共に自由に語っていきたいと思います。はい、今帰ってまいりました。改めての感想というか、なんかまあまたいちいち言うことでもないかもしれないんですけど、宇多田ヒカルのライブ、もう一言で言うと最高に楽しかったですね。まあ、次いつ日本に来るかもわからない状態なんでね、今日この機会に行けて本当に良かったです。あとはまた今日寝るときに睡眠 BGM で宇多田ヒカルの曲を聴きながらゆっくり休みたいと思ってます。あとそれとですね、何よりも今日紹介させていただいたループというこの耳栓のブランドですね、自分の思ってた耳栓のイメージと全く違くて、すごく使いやすくて、ファッション好きな人でもすごく落とし込みやすいプロダクトでしたし、実際にライブで使ってみて、まあ中音域がみたいな話をしてましたけど、またなんかおいおいこの動画が撮り終わった後にまた別の機会にライブがある時使ってみようかなと思っているんですけれども、まあもちろんライブじゃない時、仕事に集中したい時だったりとか、いろんな場面で使えると思いますので、皆さんもちょっと気にしてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日はもう暑いんでシャワー浴びて寝ます。今日もありがとうございました。おやすみなさい。